しんさんありがとうございます。なんか目ちっちゃく見える、いつもより。カラー外そう。だから今日はめっちゃ、あでもピント合えば見える見える。バンバンしない。今日あれな、朝ごはん買ってきた。ドロップ配信でよければ、あここ見える、この位置なら見える。朝ごはん買ってきた。あ待ってね、うるがひらがなで、とらがカタカナで、すがひらがなで、フェスタカタカナ。あ待って、文字数制限なっちゃった。まあいいや。ウルトラスフェスタよろしくお願いしになっちゃった。間違えた。まあいいや。スタフレスさんハートありがとう。まるみさんハートありがとうございます。焼肉用のしげちゃん今日もありがとう。キュンさんハートありがとう。カビかわいいでしょ、これめっちゃ一目ぼれしてた。今日の朝ごはんはカニパンとレッドブルのライチ味。めちゃめちゃ久しぶりにこのレッドブルライチ味を飲むから、すごくワクワクしてます。なんか私のよく行くコンビニにはもうねなくなっちゃったんだよね。これは期間限定かな。このライチ味は私レッドブルの中で一番好きで、たまたま行く途中のコンビニに売ってたから買ってきた。期間限定なのかな、なんか夏からちょっとボサボサだね。ちょっと雨降ってたんだよね今日、湿気がねすごくて。なんか昨日ここにお財布を忘れてきたからめっちゃドキドキしながら来たんだよね。ちゃんと置いてあったから嬉しかった。お財布めっちゃ大事なものいっぱい入ってるから。しかもめっちゃ可愛いの私のお財布、見せられないけど、まあ、見せてもいいんだけど、メゾンドフルールってとこのお財布使っててめっちゃリボンついてる。チラッ、めっちゃ可愛いでしょ。ライチ味ってブルーエディションって言うんだよね。だっておせって書いてる。よかったお財布。17期大鳥だけ、はい、あの最後に出演させていただきます。ということで飲みます。めっちゃいい匂い。今日は家出る前に、あ、ゆっちゃん虹色の星ありがとう。カマミールさんドルもありがとう。キュンさんドルもありがとう。あと家出る板チョコ2ブロック食べてきた。2ブロック食べてきて、昨日ねすごくピノが食べたくてコンビニ行ったんだけど、ピノ売ってなくって、で、ピノと板チョコって似てるじゃない。あった。カニパン食べていいですか？タムチン、タムチンさん、明けおめありがとう。ちょっと潰しちゃった。
キリンパン、トリパン、ペンギンパン、どれに。キリンパン、キリンパン作れるかな。ありがとう。冬ね、冬になってから自分で初めて買ったかも、アイス。はい、仕事に戻ります。バイバイ。だって頑張って、仕事頑張ってね。キーパン、なんか無性に食べたくなる。エリコとそれペンギンパン、むしる。まずここだけ食べよう。あ、中吉、ゆうちゃん、中吉のパンダ、ありがとう。ロボの石さん、あきおみ、ありがとう。スーパーのできます。皆さん食べた？みんな食べご飯。なんか小学校の時に食べたパンみたい。私はもかちゃんの可愛いお顔が見れたので大吉でした。って可愛い。うん、うん、ねえねえ、愛知のいちごさん、でもかの方開かれなかったんだけど、何口だった？おみくじなんか開かれる途中で終わっちゃったんだけど、気になりすぎる。コッペパン、コッペパンだったのかな。なんかこんなパンだった。何吉だったんだろう。今日、うん、ゆうせいさん、ハート100個もありがとう。チャーハン食べてる。ハヤシライス食べたよ。だっていいな。私は最近カレーが食べたいです。特にカニの味はしませんけどね。確かに形だけ。私はよくあれ食べてたよ。大吉って思っておく。あ、みんなも表示されなかった？大吉ありがとう。あっちのいちごさん、パンダありがとう。ちょっと待って、発音おかしくなった。パンダありがとう。ありがとう。うん、もう一個。あ、大吉だ。本当に大吉出たよ。おめでとう。あちのいちごさん、リベンジ大吉、ありがとう。嬉しい。うん、辛ラーメンいいな。なんか起きた時ってあんまお腹空かなくて、結構さっき起きて家すぐ出たんだけど、全然お腹空いてなくて、これ買った時もっとなんかさ、がっつりしたもの買えばよかった。今日は今から合わせてリハーサル、最終リハーサルして、準備していくんだけど、食べる時間なんか今しかなさそうだから、もっと食べとけばよかった。この後買いに行こうかな、もう一回。カニパンは半分食べてまた持って帰って朝とか食べたいし。キュンさん、どれもたくさんありがとう。埼玉さん、尊いありがとう。今まささん、ハートたくさんありがとう。みんな、今日だって土曜日、仕事の方もいらっしゃるよね。ウルトラスフェスタ来てくださる方は、本当によろしくお願いします。
めっちゃ楽しみ。会場私どんな感じかまだ全然知らないからワクワクする。休み？休みいいね。私のお父さんも今日休みって言ってた。珍しく。ペンギンパンはあ、こうか。ペンギンパンにします。星ができた。ペンギンパン。僕逆かも。そんなないかな。マイスターお餅ありがとう。かわいい。これは食べないで置いとこ。はてなんできたんだけど、これ公式だからね。公式に書いてあるもん、ペンギンパンって。ね、これじゃんけんできるんでしょ。んマーチンさんありがとう。金づち、ペンギン、ペンギンだよこれ。ペンギン、これ足、なんか違うかな。これが足ね。パッチ。たまごっちにそんなキャラ絶対する。口パッチ。私たまごっちガチ勢だったからわかる。うりはやとさんハートありがとう。昼の配信とか超久しぶり。レッドブル飲みます。キリちゃんハントたくさんありがとう。最近メイクポーチにねいっぱい追加された。めっちゃ可愛いの。うん、氷の仮面さん虹色の星ありがとう。めっちゃ美味しいよレッドブル。私は普通のよりこのライチ味の方が好き。見て、チェーンソーマンのキャラクターのやつが2個ついた。今まではプリキュアつけてたんだけど、すぐわかるんかのって。かわいい。これはあの姫野先輩です。かわいいでしょ。これ剥がれてきちゃった。悲しい。あ、メガネが。これネモステレビさんでいただきました。今日はまだメイクをしてないので、この後メイクするからフルメイクで持った。フルメイク持ってきた。うわ待って、これすごいことなってる。ほら、こんなんじゃなかったよ。いっぱいついてる。しのりさん、ハートありがとう。めちゃ大物。だから、まあ、そう、めちゃ薄いでしょ、今日。なんか、お正月ぶりで。大公開。これが私を作るメイクでオープンです。
それかわからないけど、ストラップ全種集まったから送りたいんだけど、手紙に入れたら送れるかな。どうなんだろう。でもチェンソーマンのポストカードはこの前入っててめっちゃ嬉しかった。綺麗にまとめてる。もちろんメイク用品大好きだから、マジマジ本当に綺麗です。私の中身はメイクし終わったら汚くなるけど、その後ちゃんと綺麗にしてる。綺麗でしょ。イヤホンここに入れてた。なんかカラオケなんかいつするかわかんないから、カラオケいつでもできるように配信、カラオケ配信。これは全然私は誕生日に AirPods を買ってもらったので、音楽聴くときはそっちで聴きます。うん、としのりさんハートたくさんありがとう。めくこずさんハートたくさんありがとう。ゆっちゃんハートありがとう。こだわり強いので、私はメイクに対するね、一つでも欠けてると不安です。これもやっぱ使うんじゃないかって思って入れちゃうんだよね。だってさ、リップとかさ何種類入ってるんだよっていうくらいさ、あるよ。ほらほらほら、こんな使わないでしょ普通。かつめかわささん結婚してありがとう。これはこれな、これは保湿するやつで、これがリップ、これがグロスです。きみちゃん金づちありがとう。金づちありがとう。でも最近まつげを減らしました。量じゃなくてまつげ用品を減らした。えらい。まつげなんかマスカラ3種くらい持ち歩いてたんだけど、最近もうねこの1本に決めたっていう、これにしました。これめっちゃいいんだよ。なんかメイクする人見てるかな、これいいよね。使ったことあるかな。しゅんごさんハートありがとう。みんなメイクします。これいいです。意外とね、なんかめっちゃ細いの、これめっちゃ細いんだけど、つくのちゃんとね。でもねアイライン何本入ってんねんっていうぐらい入ってる。なんか不安すぎて。みんなほらこれみんな同じ面か、何がいいとか分かんないけど、これにアイラインは描けたら何でもいいと思ってる。だからペンでも描けたら何でもいい気がする。めっちゃ適当だけど。しゅんごさんハートありがとう。メイクしたことない？メイク楽しい、するの好き。同じ？うん？嬉しい、同じで。ホテちゃんと同じメイクすればホテちゃんになるのか。そうだよ、ホテちゃんになれるよ。昨日はドボン大使さんありがとう。初対戦だったよ、ありがとうございます。私何時頃したっけな、結構10時になる直前までやってたと思う。ゴールデンレッドタイムにやってた。ドライグも今日ね、なんだギルドバトルちゃんとやった、ちゃんとやったっていうか、みずみんがしてて、この人強いって言ってて、あ、じゃあもかも手伝おうって思ってやっただけだけど。で、先生メイク教えてください。ぜひ
私はぜひ別にあのでも下地、私下地ファンデーションして眉毛やります。なんか眉毛一回整えて、であと適当。エールのお返しありがとうございます。こちらこそエール送ってくれてありがとう。エールなんかでもね、みんなに送り返してるかわかんない、ちゃんと送り返してるつもりなんだけど、キリちゃん結婚してありがとう婚約。バイコズさん虹色の星ありがとう。100人まで、なんか100人まで遅れてるかな、なんか通知では130とか100何人からエール来ましたってやってるんだけど、なんかわかんない。ホテちゃんのギルド入りたいな。だってギルドはなんか私になんか血ありったかな、何を送ればいいんだっけ。あの9位の方は、上位9位の方が入れるので、あのそのランキングに上位9人になっていただけたらって感じなのかな。ちょっとレッドブル飲むね。でも私もなんかちょっとずつ強くなってきた気がする。いっぱいなんかガチャ引いて、なんかだからみんなと対戦、一緒にギルドバトルするとき、兄に私が一番強くなれるように頑張る。最近はイキタンがガチり始めてる。あでも一緒にずっと頑張ってたイキタンと、最初の頃から。時はさんハートありがとう。チップ&デールのハヤトさん、クマちゃんありがとう。クマちゃんありがとう。モカちゃんって名前可愛すぎる。ありがとう。モカちゃん可愛いよね。モカも好き、めっちゃ。ニルバトは参加するとアイテムもらえるから頑張ってね。頑張る。できる時間だったらできる。なんかでも日によってちょっと時間が違うんだよね。なんかこの日は7時15分だったりするけど、次の日は7時10分だったりするから、ちゃんと確認しないと忘れちゃう。なんか絶対揃ってるわけではなかった。なんかランクマッチとかは結構時間が揃ってるじゃないですか。他のゲームとかのランクマとかやるときは結構時間が揃ってるので、クソなのかなと思ってやってたら、ちょっと時間がずれてるみたい。ゆきたんドライブ配信してたよ。どんなことするんだろう。マッチンさん金槌ありがとう。金槌ありがとう。サンリオにもシナモンの友達モカちゃんっているよね。いるいる。モカちゃん持ってたんだけど、メイクポーチの中に飛んでった。モカちゃんのピンあったんだけど、ギルドコインとドラゴンシートドラゴンプラットは食べといてください。だってちょっとスクショしていいですかはい、ちょっと後で見てみます。サンリオに、あ、ちょクマの真似をするホテちゃん可愛いな。だってクマ大好き。でも犬も好き。
シナモン。たまたまさん、センスありがとう。斉藤さん、ハートありがとう。またマイクを変えて送りますね。あ、待ってます、ありがとう。カモミールさん、バラありがとう。飛んでったって関西の人よく言う、飛んでったって言うの。メイクポーチの中で行方不明でございます。可愛いんだけどな。あ、あったあった、ほら、これモカちゃん、なんか同じ名前でモカちゃんだから買った。引退します。カービィくん引退します。コカオチーさん、ハート100個もありがとう。弱いドラゴンは声に変えられるかな。ね、弱いドラゴンがさ、どれかわからない。なんか星があるじゃないですか、あれが9とかのモンスターってことかな。なんか14とかは強い。マンチンさん、金槌ありがとう。バイク小僧さん、ハートありがとう。バイバイカービィ。私カービィのゲームは見ることしかしたことないんですけど、いつかしたい。カービィのゲームは見る専です。しかもこの間実家に帰った時にスイッチも持って帰ったんですけど、そのまま置いて帰りました、実家に。なんかゲームする時間あったら違うことしようって思って。一応 iPad に音ゲーが入ってるんで、どうしてもしたくなったらそっちしようかなと思って置いてきた。しかも新しく買ったポケモンも置いてきたから、ちょっともったいない。でもまあパパがするんじゃないかなみたいな。違うこと、ドライブ、そう、ちょっと今月はなんかドライブあるし、ドボンとかもしたいしって思って置いてきた。この後のフェス楽しみにしてるね。楽しみにしてて。私たちは20時かな、20時台の最後です。なので楽しみにしててください。人生置いてきちゃったってどこに。フェス配信あります。フェス配信ちょっとないかもしれない。もうチケットはないのかな。フェス楽しみにしすぎてもう会場着いた。あと2、3、4、5、6、7、8、7時間後に会えるね。遅い。そう、大トリとして出演させていただくので結構遅めです。ロックだよ人生は。だって僕も会場に、皆さん会場に、今日だってさ雨でしょ、気をつけてね。昨日はめちゃめちゃ6キロ7キロぐらい歩いてたんだけど、なんか途中ねちょっとポツポツ雨降ってきたの。だから傘買うか電車乗るかめっちゃ迷ったんだけど、めげずとめげずと歩いてたら止んできました。だから今日も降らないのかなって思ったら、普通にザーザー降りで、家出て思って、今日雨降るんだと思って急いで傘持って出ました。折りたたみがさ、今日は多分なんかザーザー降りだと思って折りたたみ傘じゃなくて大きい傘できた。大阪は止んだっぽいけど東京まだなのかな、関西の方から来てるのかな、怖
こう雨が。富士ちゃん出る頃に止むよ。いや止むの？よかった。ちょっと雨は嫌いなので最大の敵。としのりさんだるまありがとう。西から来る。そうなんだ。今日何時まで配信です。今日はじゃあ50分までしよう。45分にランキング読ませていただきます。だからそれまでたくさん話しましょう。天気を西から東に移動するようだって。難しくて分かんない。パーカーのフードがあればなんとかなる。そう、パーカーかぶって帰ってきたから、もしかしたら雨降ってたのかもしれないけど、気づかなかった。こんにちは。全然気づかなかったです。カニパン食べたら口の中がちょっと乾燥してきた。口の中がなんか乾燥。台風だけは南から北に移動することが多いだって。北は北海道。あ、じゃあ沖縄から北海道ってことか。確かになんか沖縄ってすごい台風すごいイメージある。なんか海だから。明日お話し会参加します。ちゃんと話せるの楽しいだって。あ、嬉しいだった。嬉しいだって。待って、本当だ、明日お話し会だよ。みんなめっちゃ明けおめのお話し会。今お話し会再販中なので、もしよかったら皆さん待ってます。なんかお話し会の受付の画像を作ってくれてた子がいて気づきました。よかったら皆さんも明日の朝ツイートしようかな、その画像で。よかったら作ってください。強制じゃないんだけど、作ってくれたら嬉しい。リオちゃん明けおめありがとう。22日の中ショット当たって楽しみすぎる。楽しみ。でも今は再販してるのが2月の分なので、早くて2月です。ふとちゃんのお話し会はどんな感じですか。ふとちゃんは今の多分15倍テンション高くて、でもどんな感じなんだろうな。なんか楽しすぎてあんま記憶がない。普通のお話し会なのかな。なんか何でも言ってくれたら何でもします。でもその間人生で初めて釣ってくださいって言ってくれた方がいて、めっちゃ恥ずかしかった。めっちゃ恥ずかしかったよ。なんか会場でも私もね、お話し会で言ったことあるの釣ってくださいって。でもあれする側になったらめっちゃ難しいっていうか恥ずかしい。でもオンラインだとちょっと難しいよね。そういやホテちゃんに手紙送ったようだって。ありがとう。23日に受け取れるかも。今月の2月10日に申し込もうか今悩み中。お願い。スーパーのぞみ2号さん待ってるね。2月12日明日釣ってくださいって聞いていいだって。いいよ。恥ずかしい。いいよ。2月の再販取るようだって。わー、ありがとう。
顔がちょっと赤くなってきた。もともとなんだけど。じゃあみんなお話し会で言ってください。手紙って書くとちょっとした小説くらいになっちゃいそうで、書くのいつもためらっちゃう。全然あの私小説読むの好きだから、全然あのお話なんかお話でも送ってきてください。小説くらいになっちゃって全然めっちゃ嬉しいです。なんかそれぐらい私のために書いてくれたんだなと思うと私は泣けてきます。明けましておめでとう、今年もよろしく釣ってくださいって言いに行くね、言いに行くねって待ってます。年取りさん恥ずかしい、文才ないから。私もね、なんかね、もう物語さ書きたいなって思ってた時あったんだけど、なんか私には読む才能しかなかったです。書く才能はなかった。筆筆するか待ってる。結構絵とかもさ書いてくださる方いるから、全然もし文字が苦手な方がいたら、なんか 絵とか私の似顔絵とか書いてくださる方いるので。にオちゃん、ハッピーニューイヤーありがとう。しゅんごさん、虹色の星ありがとう。ゆっちゃん、ハートありがとう、たくさん。構えすぎて足がつりました。だってでも私はあの人生で初めて高校生になって足をつるっていう体験をしました。あれめっちゃ痛いね。太郎さん、虹色の星ありがとうございます。なんか映像倉庫で武道館のチームくんの配信が始まりましたよ。だって私あれ一回見たんだよね。なんか武道館終わった後に見ました。もう一回見よう。チームくん、チームくんだよね。めっちゃね最初好きなの、ね、何やったか言ってあんまり良くないから言わない、良くないか分かんないけど、最初の曲がめっちゃ好きで、あれ10回は見た。チームコンは私はあれです、チームコンか、チームコン1日目だよね。失敗した時だ、私が失敗した時のやつじゃん。恥ずかしいな、もうあれは見れないから。私は1曲目で満足して、何回もループして満足して、あの見るのやめます。私はあれはもう映像で見たくありません。私見ない、あれもう絶対恥ずかしい。そう、あの間違えて吐きちゃったやつです。吐き切ってはないから、大丈夫って言ったらあれだけど。もかちゃんだから、もかちゃんのヘアピン、そうこれもかちゃん、ナスちゃんおめでとう、ありがとう。吐ける瞬間と照れ隠しながら戻ってくるシーンありました。だってあの時はあのもう普通に素で、あ間違えたってめっちゃ叫んだ。普通に素で間違えたって叫びながらあの戻りました。もう多分笑顔だったのも、あ間違えたって感じで、あのもう何が起こったのかもう分からない。
今日何時頃行けばいいか迷います。とりあえず私たちが20時台の出演、20時からの出演なので1時間前には来ましょう1時間前に来といたらどんだけあれでも早くなっても多分見れるので。おとちゃんはけた時席から可愛いってみんな言ってて、本当もうあやっちまったーって思って裏で、ステージの時はもうなんかパニックで、あやっちまったっていうよりもう間違えたが勝って、間違えたってなった。とりあえず私に映されてたのかな。私はもう見てないから多分この先一生見ることないし、もしかしたら私がね、あのなんかもうちょっと大人になった時に、うん、見せられるかもしれない。もうその時まで見ないその時までもあの私はあれを見ない、恥ずかしいから。そもそも私自分で自分のね映像とか見るのめっちゃ恥ずかしいタイプなので、見ない、普段からあまり見ることないのですけど、あれを本当に恥ずかしくて見れないです。今日の立ち位置どっち寄りだって、今日はたくさんいっぱい移動します。だからわからない、結構どっちも行くかもしれない。だから真ん中で見て。愛ちゃんに呼ばれる前に自分でステージ戻ってたの。もう愛ちゃんにね呼んでもらう声はもうパニックで何も聞こえなくて、なんか次がチーム K さんだったかな、あのチーム K さんで、でチーム K さんの方にまだだよって言われて、えってなって後ろ向いたら、あのみんなまだいたから、あ間違えたって叫んで戻った。同じか申し込みました、1年ぶりだった、ありがとう、嬉しい。お話からその話禁句なの、別にいいけど恥ずかしくて恥ずかしくて恥ずかしくて。 VR スクエアで見た時は照明さんがめっちゃやってた、恥ずかしい。しかも1日目でしょ、私もう1日目でそんなことするなんてもう絶対もうやばいって思ってドライグナイル送ったよ、だってありがとう。おてちゃんの未公生写真サイン入り当たりました、だって。え、全然それ知らないんだけど、福袋のやつだよね未公生写真。私まださどんなさ顔で写ってるかさ見たことないから、サイン書くときに見れるから楽しみ。リオちゃん一人だけ当たるの、なんかたくさん書くから楽しみにしててじゃあ45分になったのでライブライキングを読んでいきたいと思います。13位、茨城大住リップさんありがとうございます。12位、トレンドさんありがとうございます。11位、バイク小僧さんありがとうございます。10位、キュンさんありがとうございます。9位、チップ&デルのハヤトさんありがとうございます。8位マッチンさんありがとうございます。7位シュンゴさんありがとうございます。6位社交ダンサーさんありがとうございます。5位カモミールさんありがとうございます。4位マッシュルームチさんありがとうございます。3位ゆっちゃんありがとうございます。2位愛知のいちごさんありがとうございます。そして1位は女子さんありがとうございます配信あの見てくださってありがとうございます。こんなお昼時間帯にめっちゃ久しぶりで楽しかった。この後のウルトラスフェスタよろしくお願いします。楽しみにしててね。この後メール送ります。明日のお話し会もよろしくお願いします。お話し会終わった後も配信しようかなと思ってるんで、よかったら見てください。またね、行ってきます。